何かに挑戦して失敗して落ちたとしても戻ってこれるし這い上がれるんですよね。それは覚えておいてほしいです。本当に嫌なことがあったら逃げるっていう選択、逃げるってことはかっこ悪いことじゃないんですよ。逃げるってことは次の選択を模索した結果逃げたんで、それは勇気ある攻めなんだよね、僕からすると。ただ逃げるという選択を常に持つということ、根性論とか諦めたらそこで試合終了みたいなスラムダンクの安西選手の名言あるんですけど、そんなことないんですよね。諦めても全然次があるっていう、それぐらいの気持ちでいろんなことトライしてほしいし、試してほしいし、可能性を模索してほしいです。皆さんそれぞれに得意なこと苦手なことがあるんで、本当に自分に何が向いてるかって多分まだ分かってないと思うんですよ。学校の授業だったら国語とか算数とか数学とかまああると思うんですけど、それでも得意不得意ってあるじゃないですか。それと同じでどの職業にも向き不向き適性っていうのがあって、自分が向いてるものに出会うまでトライしてほしいなって思います。それが人生を賢く生きるというか楽しく生きるコツなのかなって思ってます。僕はだから根性論とかすごい嫌いなんですよね。頑張ったら報われるとか努力したり